ウーシマー・県ポルボー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。ヒッピアと表記されることもある。1992年にベイカウスリーガーのマイッパーでデビューすると、いきなりレギュラーを獲得。二度のカップ戦優勝に貢献するなど、中心選手として活躍した。1995年には、入ッするユナイテッド FC のトライアルを受けるも、結局は、 エールディビジのビレーム2へ移籍し、レギュラーとして活躍した。1999年、移籍金260万ポンドでリバプール FC に移籍。ジェラール・ウリエ監督の最高の補強と評価される。1年目からレギュラーとなり、数々のタイトルを獲得。2003年までキャプテンを務めた。ステファヌ・アンショズとのコンビは、プレミア最強のセンターバックと評された。 2004から05シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ優勝にも大きく貢献した。翌年は FA カップの優勝に貢献。晩年は若手の成長や自身の衰えもあり、ベンチを温める機会が増えたが、空中戦の強さやディフェンスの統率力は依然として高いレベルにあり、バックアッパーとして貴重な存在であった。 リバプールでの最後のゲームとなった2008から09シーズン最終戦取ってナム戦では応援席に巨大なサミーという一文字が形作られ多くのファンが彼の対談を惜しみ勝利が確実となった84分にはスティーブン・ジェラードとの途中交代でキャプテンマークを引き受ける形でピッチに立ったリバプール FC では464試合に出場ディフェンダーでありながら 35得点を記録した。2009年夏、出場機会を求めて、バイエル・レバークーゼンに移籍。2011年7月に現役を引退。その後はレバークーゼンで、コーチとなった。2012年3月、解任されたロビン・ドゥットの公認として、シーズン終了までの暫定監督に就任。まだブンデスリーが一部で指揮を取るライセンスを持っていない、ため、 ユース監督のサシャレ・バンドフスキもベンチ入りする。2013から14シーズンから単独で指揮する。2014年4月、成績不振により解任された。2014年6月6日、ブライトンホーブ・アルビオン FC の監督に就任したが、成績不振のため12月22日に辞任した。フィンランド代表には1992年の9月7日の チュニジア戦でデビュー。以降、ディフェンスのようとして欠かせない存在となっていた。ありがとうございます。